のメニューは本家を超えたか、唐揚げくん再現、総料理長のチャレンジ料理、カタカタシェフチャンネル。はいはい今週もやってまいりましょう。はい、今週はお待ちかねなんですか、これは。はい、唐揚げくんです。唐揚げくん、ここにあるんですよね。さあ、どこまで再現できるかやってみましょう。はい、まあ、情報としてはですね、まあ、アレルゲンからですね、大豆、鶏、豚、卵、乳製品、あと小麦っていうのが入ってるのが分かったんで、まあ、その辺からちょっと攻めていきますか。で、まあ、一回買って食べたんだけど、肉質的にはロボクープかなんかでね、回したような食感でした。滑らかに食べるとやっぱ肉の食感も残ってたので、ミキサーでこう引いた肉と小さく切った肉を混ぜてやっていきたいと思います。で、豚のねアレルギーがあったんで、ラード入ってんのかな、なんて。まさか豚肉は入れないよね。鶏のとは言ってないわけですからね。確かに。あ、国産チキンって書いてある。あと国産の小麦も使ってるって言ったんで、小麦は表のね衣なのかなと思った。で、衣の匂い嗅いだら結構スパイシーだとかそういう感じの匂いがしたので、ニンニク、生姜と醤油もちょっと入れてみて、でなんか色的にパプリカ系の色も入ってたので、パプリカも。で、今日はレギュラーと衣にねカエンペッパーを入れて、レッドもやってみますかね。それで油もこだわってるみたいで、オメガ3入り、あとビタミン E が入ってて、コレステロールゼロという油を使ってるそうなので、今日はそれに近づけるために2つをブレンドして、この油で揚げて近づけていきたいと思います。はい、それではやりましょう。はい、じゃあまず肉ですね。肉は筋はちょっと取りましょう。で、3分の1を1センチ角、ここでちょっとやろうか。じゃあカットする方は皮を除きます。で、筋も取ります。で、皮もねもったいないので、こっちのミンチに入れようと思います。ローソンさんやってるかな、これ。やってないかな。何人でやってるんだって感じだね。もうちょいパートさん増やせませんか。もうすぐお盆ですよ。鶏肉を1センチ角にカットしてミキサーにかけます。塩、砂糖、白胡椒、チキンスープの素、豆乳、卵白、ラードを入れてミキサーにかけます。そしたらそっちでこれと和えるか。ミキサーにかけた肉を1センチ角に切った肉に合わせます。よく混ぜたら形を作ります。よし、じゃあ衣を作りましょうか。これもこれからの決め手ですよ、この今のこの工程。ほんとデータないもんな、これ。調べでも出てこないし、企業秘密だ。企業秘密だ。何始まんの。小麦粉に卵黄、お酒、チキンスープの素、ニンニク、生姜、牛乳、香り付けで醤油を入れます。もうこっちは味はこれでストップする。うん、こっちは変わんないんじゃないのかな。じゃあもう衣が決め手と言っても過言で、過言です。過言。言い過ぎだってことですからね。つまり。あとパプリカちょっと入れますね。あと黒胡椒。あ、いいんじゃない。このぐらいのサバサバ加減だそうです。かな。
なんか違う。これ衣？ん？もっと味があるな。もっと生姜入れていい。なんかそれっぽい感じだよな。もう何グラム入れたかわかんない。よし、揚げよう。これでいっちゃおう。これもう色ついたら揚げて。色ついたら揚げる。すぐ。すぐ。下色つくかもしれない。こんくらいついててもいいですよ。うん。このガス台と3人集まることまわないですね。すごい千手観音みたいな。パートナーさんこうやってたら笑っちゃうこんな狭い鍋で。かなり辛くしょ。辛すぎて食べれないのがやめてください。いや、やけみたいになってる。結構いる。ごまかしてる。ちょっと大きいかな、唐揚げくんより。あ、衣ついて 25g だったかな。あー、なるほど。なかなか色つかないんですけど。なんかあの綺麗な、ま、真っ赤になんないですよね。綺麗な唐揚げの色してるけどな。変わんないね。つけてる生地だけ見たら効きますよ。いいね。はい、じゃあできたんじゃないですか。はい、完成です。はい、はい、じゃあ食べてみましょう。よし、じゃあこっちからかな。レギュラー、いただきます。いただきます。もう、うん、うん、普通に美味しい。うん、美味しい。美味しい。滑らか。うん、カラフネットよりより滑らか。滑らか、言っちゃいけないこと言う。何言うとしたって。美味しいよ、美味しい。唐揚げくんではないな。一緒だな。あ、いけ。ん？肉汁。嘘。最高じゃん。辛くない。あんまりね。もっと辛くてもよかった。これ食べちゃっていいですか？これレギュラー。レギュラー。あ、なんかもっとこう、チキンチキンっすよね。うまい。急になんか違う人が思った。やっぱ美味しいね。美味しくない？これも美味しいけど、やっぱ本家美味しいね。もちろん。よし、劇団かな。じゃあ赤食べてみる。レッド。あ、間に。ここまで辛くしなきゃいけないとね。結構辛いですね。結構入れたつもりだけどね。美味しそう。はい、どうしましょう。でも美味しいですけどね。美味しいです。滑らかで、なんかこう肉汁でいきましたからね。いや、これ早く食べてもらいたいの。確かに。はい、微妙なとこですが、再現性というところでちょっと違ったね。なんつうんだろう、路線が違うという。
路線。路線。なるほど。オリジナルですね。オリジナルの美味しい唐揚げができちゃいました。こっちは辛さが足らなかったので、点数70点。70点。はい。美味しくできました。これがこう入ってたら分かんないだろうっていう感じね。ほら、あ、本当だ、唐揚げくんだ。はい、勉強になりました。はい、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた来週。唐揚げ。次回カタカタシェフチャンネルはごめんなさい、はい、また決まってません。お楽しみに。忘れてたよ。